皆さん、こんにちは。それではですね、青本解釈指南というね、新しい講座が始まりますので、内容はこれですかね。青本解釈指南ということでありまして、青本を読んでいきましょうという講座になります。で、これ、新しく今年から始めるんですよね。で、なんでこれやるかということですけど、最近の試験って昔に回帰してるっていうところをよく私言ってるかと思うんですけど、まさにそうなんだよね。最近の試験は昔の試験に回帰してる。で、昔の試験に回帰してるって話になると、一番欠落してるものって何かなっていうと、青本の知識なんでしょ。ただ、昔の青本と違って、今の青本っていうのは、あまり理由が書いていないんだね。昔は結構書いてありました。理由って。これこれこうなるから、こうなるとか、趣旨もそうだよね。だからよく、あれを見て論文に使えますかというと、そのまま使えないかもしれませんね。昔は書いてあったんですよ。趣旨から何からね。でも今の青本って、特に20版見ると、23年ぐらいからずっと PLT の要請によって変わってきちゃってるでしょ。国際情勢によって変わってきてしまったわけですよ。国内事情で変わったって話になると、立法論がちゃんとあってきれいにまとまっていたりします。だからこうなったのだとか出てくるんだけど、そうじゃないんですよ。で、何度も何度も改正されておりますんで、昔あった部分が全部消えちゃってるんだよね。そうなると見ても多分よくわからない、よくわからなくって、あれ見てもよくわからないってことになるかと思うんだね。で、あとやるのは何かと言ったら、多分レクで配ってるようなテキストやるだけだったりとか、ないしは問題集解くだけとなってきて、裏が取れないわけですよ。裏、こういうバックグラウンドでこうなっていた。で、さっき、よくあるのが、青本って最近の直近の改正も書いてある一方で、で、中身ちょっと抜けていて、あとはすごく古いのが書いてあるわけですよ。従来はといって昭和45年ぐらいのね、改正点はこうだったと書いてあって、それから6年改正までこうなってましたと書いてあったりするわけね。で、これって絶対わかんないと思うんですよ。見ても。なかなか。うん。で、私はこれは、旧試験で受かっておりますんで、当然読んでおります。青本って。で、当時は、青本も126回やったかなと思うんですよ。126回ね。で、1年間でもちろん終わりません。1年間で、だいたい60数回、特区、実とか向こうやっていたのね。当時は。で、それで、なんとなくわかった。で、それが終わった後にもう1年かけて、一生消去ってやったわけね。で、なんとなく分かった。全部で126回やって、やっと分かったっていうのが本だったわけね。で、あそこに書いてあるものだけ読んで、分かるかというと分かんないんですよ。うん。で、さっき言ったように、まず今の本って、趣旨も何も書いてないところが結構多い。で、一番書いてあるものは、これ、改正本なんだよね。年度別改正本。あれ一番書いてあるんだけど、あそこの小さいところに、あそこの重要な部分で、小さい文字で書いてあるところが、全部欠落しております。だから分からないってことになっちゃうんだよね。よく見ていても。でも実際上試験ってそこからできてきてる感は極めて強いんだっていうところがあるわけです。で、そうなってしまうと、いや、青本見てよく分かりますかっていうことにはならないと思うんだね。で、我々の時代においても、あの青本と言われてくるものは読んで覚えればよいってわけではなかったわけです。じゃあ何をあれで勉強していたんですかというと、行間を読むんだよね。行間。行間。行間とは何かというと、書いてある漢と漢、条文と条文、条文なら条文なら、条文なら条文の文言の間、ないしは文言なら文言の間、それを読んで理解するんです。でもこれ自分だけでできますかというと、結構難しいっていうか、できないんだよね。私は法学部の でありまして、一応ね、旧司法試験で受けていったんだな。で、それの人がこう見ても、なかなかわかんないわけですよ。なんでこんな下りが出てきて、なんでこうなるのかってことはよくわからないわけね。で、そうなっちゃうと、あれ読んで、まあね、全然読まないうちに終わってしまったとかってことになっちゃうと思うんですよ。で、試験傾向が、ついつい最近のような、まあ、割と項目を上げてっていう試験で終わるだけだったらいいと思うんです。読まなくても受かると思います。すればね。でも、今の試験って、そうではないでしょう。原点回帰に近いんだよね。ちょっとまた昔に戻ってきたっていう感があります。そうなると、原書っていうのかな、出典はというと、全部ここから出てるわけですよ。出てるのって、青本。もし読むや中山先生の本から出てるってことはないと思うね。もちろん全員が読んでるわけではないし、あれは難しすぎます。正直言って。でも青本っていうのは当然読んでいて叱るべきですってことだろうし、今の試験員の先生は全部読んでるわけですよ。あれこと細かく。ね。で、そうなると当然知ってるよなっていう前提でいろんなもので作ってきますからね。よく見ると書いてあったりします。そのところってね。うん。だからそれをやっていこうかなっていう講義になるわけ。で、全部で何回あるかなっていうと、45回もあります。大変だよなっていう感じがしますよね。大変なんだけど、全部取ってこれ45回ね。
ただパーツパーツでも取れるようになっています。で1回これ3時間という講義になってるんだけど、チャプター単位なんです。約だいたい30分とか20分で1回1回区切ってるわけね。条文は 2,3 条でだいたい1節とかってやつね。だからだいたい20分で 2,3 条やっていて説明してるわけで、中で担当的にはこう出たとか、論文的な論点でこういうものがありましたってことをずっと説明しております。だから論文の勉強にもなるし、担当の勉強にもなるんだよね。取り方としても全部取ってもらっても結構、あるいは自分抜けてる単元ってあるよね。これ見ると、例えば審判だったらどこって規定があるかと思うんです。そこだけ取ってもらっても結構と書いてあって、値段細かく振ってありますよね。じゃあ自分が一番苦手しているところを、まあ、取ってもらっても良いと思うんですね。まあ、そうすることによっていろんな方が取れるかと思うんです。初心者もこれもちろんいいだろうし、ないしは何年もやってもダメだったっていう方ね、こういう方がやってもらっても結構だと思っています。で今回の、ね、一番の特徴は何かというと、一応音声だけなんですよ。音声動画だけでありまして、私の顔は出てきません。顔出てきたってしょうがないでしょ。なんか見て私は書いてってことはしませんから、ね、あるいは千年のぞってることもしないので、ずっと喋り続けるんです。なんでこれがいいかというと、通勤の途中で聞いてもらいたいの、ずっとこれをね。そうしないとやっぱり社会人でなかなか勉強できないって話になっちゃうのね。だから音声で聞く、何度も聞く、くる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 聞いてることによってだんだんと分かってくるってことは実はあったりします。だから音声による講義しかないんです。でまた講義資料は講義教材は一切ないと、まあ、家でもしこれを聞くんだったらアオホンだけで良いだろうし、もしこれが通勤途上であるならば条文集だけで良いと思います。でこれだけあればできるような教材になってるし、講義になっております。じゃないと多分忙しい社会人って受からないと思うんだね。自分含めて忙しかったりする、なかなか仕事がね。そうなっちゃうとどうやって勉強しますかって言ったら隙間時間とよく言うんだけど、一番隙間時間って通勤の途上なんだよね。でも通勤途上で動画を見てってことはなかなかやっぱちょっと勇気いるんだよね。でも音だけだったらいいではないですか。で音で分かる講義って一番やっぱりいいと思ってるわけね。で今回その試みをやってみたわけです。初めて。通常だったら動画つけてじゃあ見ましょうねってやるかと思うんですよ。でもそうではないと。私の顔見たってしょうがないでしょ別にね。講義用材一切ないと、ね、で進み方としては同じアオホンと同じ、宿条で進行していくんですって話になります。でアオホン24単位を45回に分割しております。分割しております、ね、分割しておりますんで何回も何回もそのチャプターに帰って聞けるんだよね。このチャプター、このチャプターといって聞くことが可能です。こういう観点では全部流して聞く講義とちょっと違うんだよね。うん、これ小試験で昔あったんですよ。条文だけやってる講義ってね。だから誰でもこれ知ってるんだな。これが一番良かったと思います。今まで聞いた中では。民法の条文だけの講義ってあるんですよ。でそれをずっと読んでいって、で説明するんだよね。これはこうなっていて、こうなっていて、こうなりますってずっと説明するの。で、これが自分にとって一番効いたのかなっていう感じがします。で、弁理士の時もありました。アオホン講座って。良かったです。126回だったけどね。それは。でも良かったです。すごくね、うん、で行間をやるってことだよね。やるとで必要な分野のみ申し込みも可能です。書いてある通り単元別でありますんで、衣装だけとか特許だけで、さらに特許の第何章だけ、相続だけとか審査だけとか審判だけ、侵害系だけ、揶揄関係だけって、これ選んで選択してもらっても結構です。いろんな取り方があるってこと言ってるわけね。あと音声データ持ち運び可能と書いてありまして、これが一番大きいですね。で私の講義の一番の特徴は音で聞くっていう講義です。音で聞くって講義、まあ、これは自分の実体験なんだよね、うん、忙しかったんでなかなか家に帰って机に座って勉強するって時間がなかったです。でも当時私5年で受かりましたんでね、選択は3科目で、選択科目は1年1科目と言われてますんで、必須だけは多分2年で多分到達したのかなって思います。でその時一番の教材になったのが多分音声データなんだよね。この音声データをいかにうまく使うかによって合否って決まってくるかと思います。でこの講座は担当にも意味があるし、あと論文にも意味があると思ってます。両側面意味があるのね。論文にも意味があるし担当にも意味があるんだという構成をとっています。一応そうなってるわけね、うん、でこれね基づいて
まあ、今年初めてなのかな、本譜初めてって話になって、レックの中で一番新規性があると言っても過言ではないのね。でも昔からあったこれ講座です。どこの予備校でも昔はやっていたのね、我々の時代って。それを復刻版としてやりましょうねというのはこの講座であります、うん、だからどうだろうね、ちょっと伸びないって人いますよね。入門講座何度も受けても伸びない、それはね多分基本ができていないってことね。で、基本ができてないって言われちゃうと、そしてもう一回入門講座をやるとか、あるいはそうですね、青本読んだりとか担当のものでベラボン解くってことをやり始めるんですよ。でも基本がスルーされておりますんで、なんとなくわかるんだけど明確にはわからんってことになるわけね。で、まさに自分の3年目までってそんな感じでした、ね、で何度もやるわけですよ。やって実は基本できていないんだけど、できてると思ってるわけね。で、2年目の講座を取ったりとかやるんだけど、できていないわけよ。できていないから何やったってうまくいかない、特に担当、ね、で3年目までは20数点ですから50点満点でね。だから全然できてないっていう感が強いんだね。その基本の徹底というのをやるのがこの講座と言っても過言ではないです。だから入門講座のもう一回復習と言っても過言ではないのかな。それプラスアルファといって、今度は論文にも転換とか、それから担当にも転換できるっていう講座でありますんで、どの方が聞いてもらっても構わないと思うのね。入門系の方もしっかりだろうし、あるいは中上級の方もしっかりだろうしってことだと思います。あと伸び悩んでる方ね、なんかこれ問題があるわけですよ、伸び悩みって方はね。そこはまあ多分根本的なことが分かっていないんだと思います。制度の趣旨であろうが何かであろうが、多分単に暗記して一応知ってるっていうだけね、うん、厳しく言っちゃうとそうなる。ただそうなってしまうと多分追いつかないから分からないとなると思うんです。で、一番の原点はどこにあるかといったら青本でありますんで、それをナビをつけて読んでいきましょうっていう講座がこの講座になるんだってなるからね。ただ耳だけで大丈夫かってことだけど、まあ私は問題が全くないと思っていますし、自分も今いろんなね教材聞いてるけど、耳だけで聞いてるだけです。スルーさして聞いてるだけね。そうすることによって忘れないんですよ。まあ、民法を聞いたりとか民訴聞いたりとか英語聞いたりとかやってますけど、まあ、ずっと聞いてるだけですよ。で、繰り返し聞いてるだけね。でもなんとなく頭に残っていて、そこから解けるってことになるわけね。それをぜひ繰り返してもらいたいなと思っています、ね、だから重たいような講義にな、講座の名称になってしまってるけど、実はそうではないってことね。一番ライトであって、かつ何だろう、一番基本的なベーシックなものであって、かつ一番ベーシックで重たいってことになるかなと思います、うん、で、そういった意味ではどんな方でも申し込んでもらっても良いし、一番やりたいと思っていたチャプター単位でやるってことも可能でありますんで、ぜひそうやってもらいたいかなって思ってます、はい、で、そういう感じで今年はこの講座にかけてるんだということでありますんで、ぜひ、まあ、担当終わった後ね、これ聞いてるのいつか分かりませんけど、担当が芳しくなかった、じゃあ基本的なベーシック、それで多分その方はベーシックなところはできていないんですよ。だったらこれを取るべきね。で、この講座を取った上でどう考えるのかってこれ見てください、うん、そうするとだん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 と多分つながっていきますよ。で、つながっていくことによってパーッと分かる瞬間来るのね。で、この瞬間がいつやってくるか、私は4年目でしたね。で、こうなると早い、でもすごくよく分かるってなるので、ぜひ皆さんにもそういう実感をね、味わってもらいたいかなと思います。で、工業所有権、産業財産権って書くも面白いんだよねって分かりますから、面白いことはよく伝わると思うね。単なる受験テクニックではないと、まあ、受験なんだけどテクニックだけではないと、受験だけではなくって応用で使えるとなりますんで、ぜひこういうね講座って取ってみていただくのも一向かもしれません、はい、で、そういった意味ではぜひね、値段的にはこれ全部取っても19万ちょいなの、高いんだけど、ただ一応全ての方に対して今 20% オフになってるのかな、値段としてはね、なっておりますんで、ここからまあ、省略して考えていただければ良いのかなと思っております、ね、まあ、それでお取りになっていただければと思っておりますので、よくお考えの上、お取りになっていただければと思っております。